And a quick reminder today to please take all lid out bins located by the entrance gates. Thank you very much for your cooperation.このゲーム、条件達成をかけた大きな試合になります。熱戦必至、注目の一戦です。この時間はリバプール対浦和レッズ、こちらをご覧いただきます。本日のゲームはイーストロールスタジアムで行われます。今日の天気ですが、晴れです。今夜のゲーム、好条件の中行われます。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは今日のゲーム見てまいりましょう。メッシー、西川のセーブ。メッシー、この試合最初のシュートを打ちました。パスの交換、ソン・フンミンからネイマール。カゼミロ、トップで収まればね、シュートまで行けた攻撃でしたけどね。ボールがつながる。さあ江坂、自分で行く。シュート、先制。空いたスペースを見逃さず決定機をものにしました。そうですね、ラストパスの質が非常に高かったですよね。受け手の方も相手の位置を確認して冷静にゴールに流し込みましたよね。一瞬の判断でしたけど、お互いのシュートの意識の高さが生んだゴールでしたね。さあ浦和、パーチのあるゴールが決まりました。どうだ、シュート、ゲット、怒涛のゴール、勢いが止まらない。中盤で奪ってからのカウンター決めてきましたね。奪ってからシュートまでの展開が良かったですよね。選手同士でゴールまでのイメージが共有できてますよね。さあ浦和、さらに1点を追加し2対0としています。チームに勢いが出てきましたよね、はい、自分たちのペースがつかめた感じですかね、うん、やはり流れをつかめるといいプレーも出ますし、この連続ゴールにつながったんでしょうね。マルキーニョス、カゼミロ、マルキーニョスへ、ウパメカノ、カゼミロ、ウパメカノ、カゼミーロへ、カゼミーロから右へ、ファビオ・カンナバーロ、メッシー、ここでファールがありました。幸運にも注意に終わりました。
と呼んでいた。岩尾、ユンカー、カゼミーロ、うまいインターセプトを見せます。このボールに触ります。柴田リンセン、今日の試合でアシストを記録しています。さあ左へ預けて浮かせてきます。お、これいいですよ。さあこのセカンドボール、裏を狙っていきます。ここはつながりません。江坂、レフリー笛は吹きません。体を張ります。スペースを狙う。これは合いません。メッシ、さあメッシ、カゼミロ、固いディフェンス、サカ、ネイマール、こぼれます。リンセン、ここはつながりません。ふわっとしたボール、わずかに届きません。大きなクリアでここはしのぎます。ここは対応します。柴田、おっと、素晴らしいシュートだったんですが、ここで笛。北澤さん、前半の印象いかがだったでしょうか。浦和としては先制の勢いのまま2点目も叩き込んだという感じでしょうね。後半もそういった流れに乗った攻撃を見せることができれば、さらに試合を優位に運べるでしょうね。リバプール対浦和レッズ、浦和が2点を先取して折り返します。後半キックオフです。これを読んでいた。岩尾からのスルーパスをカットしました。カゼミロ、スペースへ、裏を狙う。このパスを受ける。アラバへ、アラバ、ネイマールへ、オフサイドですか。つながります。ネイマール、メッシ、さあチャンス、狙えるか。シュート、ゲット。後半開始早々ゴール、素晴らしいゴール。一瞬のチャンスをしっかりものにしました。そうですね、やっぱりシュート、スターレッツ。さあさらに点差が開いています。ディフェンスに寄せられましたが見事なゴール。相手からのプレッシャーかけられてましたけど、落ち着いて決めてきますよね。チェックを受けても簡単に奪われないテクニックが光りましたね。さあ浦和、これで2点差、リードを広げます。浦和としては2点のリードはかなり楽になりますよね。監督もイメージ通りじゃないでしょうかね。そうですね。リバプールは2本目のコーナーキック。
メッシへ。おっとこぼれ球、リバプール、ここでファールをもらいます。The attendance for this match was 71,550. もう一度セットプレーのチャンスになります。頭！これはクロスバーのわずかに上。素晴らしいシュートだったんですけどもね、ここは枠に行っときたかったですね。裏へのスルーパス、勝負のシーン、スルーパスを出す、これは積極的なチェック。あ、これファール、取らないですかレフリー。裏のスペースを狙う、フォールランからネイマール、ネイマールからフォールラン、抜けるか、これは届くか。このボールをカットします。リンセン、これは合いません。フォルダ、ここは競り勝ちます。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。浦和としては無理して人数をかけなくてもいい状況ですよね。今は守備に集中して隙があったらゴールを狙っていくスタンスでいいと思いますけどもね。ここは繋がりません。フォールランからソン・フンミン、抜けるか、柴田、カゼミーロ、このディフェンス、ここでファウルがありました。リバプールは選手交代のようです。ネイマー、ナンバー9、ナンバー21、リエル・メッシー、カミング・オン・ザ・フィールド、デパウル、ドリブルで上がる、デパウルからビエラ、クロスを上げる、ソン・フンミン、ヘッドで狙いますがゴールならず。乗ってきてますし、ただ守ろうっていう形ではないですよね。今なんて攻撃の人数かなりかけてますから、まあ、バランスですよね。リバプールは3本目のコーナーになります。これはキーパー、ルーパスを狙う、どうだ、これ仕掛けるか、おっと来た、1対1、切り込むか、来たぞ、アラバ、アラバからのフィード、これは合いません。岩尾からのスルーパスは通りませんでした。カゼミロ、アラバ、大きく前線へ、絶好の位置、ドラグバからソン・フンミン、これはいいプレー。岩尾、裏へのスルーパス、これはどうだ、仕掛けるか、抜けてくる、フリーだ、シュート、しかしこれよく止めましたね。あの位置からのシュートでしたけどもね、素晴らしいですね。ここは繋がりません。裏へ届くか、さあ左サイドへ、ユンカーから江坂、
入れてきた。ヘディング、クロスを頭で合わせてきました。最後崩されましたよね。突破されて中央も守りきれてないですよね。セカンドボール拾いたい。やや危ないようにも見えましたが、レフリー取りません。これは合いません。長い長い笛が吹かれました。試合終了です。3対1。素晴らしい勝利で見事突破を確定。これはサポーターも嬉しいでしょう。北澤さん、本日の対戦何かコメントございますか？いや、やりましたね。なかなか難しい試合だったと思うんですけど、見事に結果を出しましたよね。これは嬉しい勝利になりましたね。そうですね、ありがとうございます。さあ、放送時間の方がそろそろ少なくなってきました。解説は北澤剛さんにお願いいたしました。北澤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。浦和が見事目標達成です。